日本一テレビ全日本歌唱力選手権歌唱王。全日本歌唱力選手権歌唱王は、日本テレビ系列で2013年から放送されている特別番組。日本テレビ開局60年記念プロジェクトの一環としてスタート。歌唱力に自信がある出場者がカラオケで熱唱し、優勝を目指す。日本テレビ系列で予選が行われ、本戦がテレビ放送される。 準決勝は、事前収録されたものが放送され、決勝は、歌唱部分と審査員による審査は、事前収録、視聴者による審査を含めた結果発表の部分は生、放送される。優勝者には、賞金200万円と副賞が贈呈される。推薦者にも100万円が贈られる。2016年度までと2018年度以降は12月の、放送。 2017年度のみ1月の放送。2018年1月3日の第5回では、本戦、準決勝、決勝という故障が、決勝大会、決勝ファーストラウンド、最終決戦にそれぞれ変更された。またこの回については生放送されず、全編事前収録となり、視聴者による審査は事前に公式ページに公開された、出場者の、ふるさとの歌唱動画での審査となった。 MC 進行過去の出演者、第8回時点、ありがとうございます。